さて今回は不甲斐ない僕は空を見たに出演している田畑智子さんに来ていただきました。よろしくお願いします。私この映画すごく好きで、ありがとうございます。田畑さんにお話聞きたいってずっと思っていて、でお願いして来てもらっちゃったわけなんですけど、まずこの話って最初原作読んだんですか、脚本だったんですか？最初脚本です。読んだ時どう思いました？まあ確かに衝撃が大きかったですね。自分の役に対してもそうだし、内容もそうだし。ただでもそれよりも先行してやっぱりこの役、私やってみたいって思ったので、はい、もうぜひやらせてくださいと思いましたね。どんなところで惹かれたんですか？あのこの女性のなんか人生にとても興味が、同年代として、同世代の女性として、私は経験してないことを彼女はたくさん経験してたので、そういう思いとかをちょっと、悩んだりとかしてみたいなと思ったので、はい、なんか見た時に語弊があるんですけど、何でしょうか、最近の日本映画にはない、なんだろう、ちょっと懐かしい日本映画の匂いと、あとほらあの海外のロードムービーっぽいような映画のテイストを感じたんですよ。はい、でこれたまんないなと思って家帰ってずっとブログでこう感想文書いてたぐらいで、嬉しい、ありがとう。なんかね、見終わった瞬間に消化できなくって、終わった後にじわじわ自分で書いて消化してた。私もそうでした。そうでした。私なんだろう、今まで自分が出た作品とかって客観的に見れなかったりするんです、1回目見た時は。でも今回はなんかもちろん自分は出させてもらってるんですけど、なんかねすごい入り込めたんですよね、この世界というかに。だからなんかあの試写室で、その時は1人で見させてもらったんですけど、なんかね立ち上がれなくて、まず席から、なんかすごいもの見たなって思いました。なんかああでなんかちょっとその日一日ずっとなんか浸ってたな、なんか余韻がすごくて、私なんかもう途中からもうボロボロ涙が出てきて見てて、わかる。なんだろう、このなんか痛々しくもあり、なんかこう切ない感じというか、そういうのが味わえる映画ってなかなか、最近出会わなかったというか、だからすごい自分出てるけどなんか、とっても大切な一本だなと思いますね。登場人物がすごい心情を丁寧に脚本もきっと描いてたんだろうし、映像でもそうやって捉えるじゃないですか、あの時の彼女の視点、あの時の彼の視点みたいな感じの、あのね感覚っていうのってこう見ている自分の中でどっか共鳴するところを探し出してもらえているようなアングルだったというか、田畑さん、あんずちゃんでも役やるときって女優としては最初頑張んなきゃって思うじゃないですか、そこ大丈夫だったんですか、精神的に？全然、なんかもちろんね、いっぱいたくさん性描写のシーンがあってとかあるんですけど、なんかそこに関しては私全く、違和感もなかったし、なんか、もちろん脱ぐことに対してとかっていうのも、さほどこのシーンはあった方がいいって思ったので、そこの抵抗は一切なかったですね。でやっぱりこの二人のやり取りがほぼセリフがないんですよ。そうそう。で台本にも書かれてるのはトカゲでばって書かれてる、そこが楽しいと思ったんですよ。なんかとってもイメージというか膨らむんじゃないかなっていうか、現場行ってですけど、この二人で対じゃあ本番になりましたってなった時に、なんかもちろんこの2人の世界をより一層楽しめるんじゃないかなと思ったので、それがもう先行してたんで、もう自分の肌を露出とかっていうのはあんまり一切考えなかったですね。そういう撮り方をやっぱり監督もやってくださったので、これ現場すごい早かったですし、1回でとりあえず
1回目は大事にしようみたいな、うん、で何回も何回もやりませんからって言って、そうですよねと思って、もう1回にかけようっていうのが何回かありましたね。なんか聞いて理解しました。私田中由紀さんがやっぱり女性監督じゃないですか、うん、はい、だからその性描写の描き方がこう女性目線の感じがして、うんうんうん、そうそう、言葉じゃなくてこう体を重ね合ってる中でのなんか心の対話、うん、そうですね、みたいなものを感じたから、すっごい自然なんだけど、うんうん、映画でいうとラマンみたいな、うん、こう切なさとなんかここにいっぱい愛をいっぱいこう伝えてるみたいな感じ、うん、なんか心の穴も2人で俺がいるからみたいな、こういう会話をしてるような営みに見えたんですよ、うん、なんかやっぱり見ててやっぱこうやって、うん、まあ、男と女が肌を重ねるっていうことはこういうことだよなっていうのが分かった気がします。あ、でもそうだと思います、うん、とてもなんか繊細で、うん、なんか素敵な、なんかそういう時間でもあり、そういう行為なんだなっていうのが、うんうん、すごい。もう全然いやらしさのもみじんも感じないし、そうそうそう、うん、とても綺麗なものっていう、そんな感じしますね。本当ですよ、うん、装飾系男子たるものなんていうのは存在しないでくれって私は思ったぐらいですこれ見て、うんうん、でもね、この不甲斐ない僕は空を見たっていうタイトルがすごいインパクト最初あったんですよ、うん、で不甲斐ないってなんだろうなってふと思ったんですけど、田畑さんは不甲斐ないってどうやって解釈しました？その言葉自体をに対するイメージというか、結局まあマイナスの言葉というか、結局自分に反省というか、やりきれないっていう感じですかね。どっちかっていうと、俺はこうじゃなかったのにそっち行ってしまったみたいな、流されてる自分っていうか、やりきれなかった自分っていうか、本当の自分はここにあるのにそこに向かえない自分っていうか、そういう感じって、まあ私も結構多々よくあったりするんですけど、なんかこう一個自分の中での弱さというか甘えというかが不甲斐ないっていう時につながるかもしれないですね。あんずちゃんもだからそういう不甲斐ないっていう部分を抱えているんですかね。あると思いますね、自分の生きてきた環境とか人生とかって多分自分がそうならなかっただろうとか、まあ、自分との理想とちょっとかけ離れたりとか、自分が思ってた幸せとはちょっと違うとかってなった時に、なんかそう、でもその人生を歩まなきゃいけなかった、そういう現実があるっていう時には、やっぱりそのなんかこうズレが生じるんで、そこのなんかでもそれを自分の中で噛み砕いて、でも前に進まなきゃいけないっていう、でやっぱりいろんな痛さと苦しさと弱さとっていうのをいっぱい抱えてる子だと私は思いますね。まあ、もうやってってもつらかったし、本当になんかこのその匠くんとのシーンは本当に幸せな時間だったんで、でももうそうじゃない旦那が来たりとか、お母さんが来たりとかするとやっぱり背筋が凍るっていうか、体が硬くなるんですよね、やってても、うんうん、こういうのずっと味わってるんだって思ったら、やっぱりいたたまれない感じはしましたね、それがすごいこう不器用な感じ、いびつないから魅力的なんだよねって思ったんですね、この映画のほら登場人物みんな、でも田畑さんが演じる役って結構そういう感じが今までも多くないですか、なんかこうほらちょっとこうずれてるというか、なんかね、すごい言われてること分かります。なんかちょっとした痛みを抱えてたりとか、なんかこう逆境からそうっていうそれはこうその役をこう自分が求めてやってる感じなんですか。いや、そんなことないですけどね、でもなんかそういうの多かったりしますね。でも私自身がやっぱ悩むのとかも大好きだし、なんかストレートにじゃあバーって言っても天真爛漫でとか、もう 100% 幸せですっていうみたいな役は逆にやりどうやってやったらいいか分かんないですよ。
じゃあ一個の役にすんごいこう悶々と考えて、うん、この人はどういう生き方してたんだろうとかそういうふうに考え、考えますね。なんかもちろん今回もそうだし、うん、考えてあげたくなるんですよね毎回、うん、どこまで考えれるだろうかって自分の中でもあるし、でもういろんなもうその人の人生とか、こうなんでこの言葉ここで発したとか、まあ、いろんなことがもう台本に散りばめられてるんで、うんうんうん、それをどこまで読めるかっていうのも自分の挑戦でもあるしってこと、なんかいろんなことを見落としたくないんですよね、うん、それ聞いてたらなんか人生相談とかしたくなっちゃいますよね田畑さん結構言われません？なんか多いですでしょ、絶対そうだと思いますもん、うんうん、すっごい考えてあげる感じですよね、うん、でなんかすごい好きだから話聞くのも、うん、でどう思うって言われた時に、ただでも私はこう思うけどねって先に言って、でパターンを考えてあります、いろいろこっち行ったらこうじゃないとか、でもこっち行ったらこうだよね、でも結論こうなるかもよとか、すごい占い師さんっていうか心理カウンセラーっていうか、そうでも結構興味あるんでそっちは、へえ、うん、自分のことを考える時間はあるんですか、プライベートの部分で。ああ、ある、ありますね。でもなんか自分は今なんでこんな行動を取ったのだろうとかっていう風なことにもなったり、なんかめんどくさいです私多分すっごい、なんかその行動にもなんか理由、うん、なんでって思っちゃうんで、うんうんうん、なんでそういうことしたんだろうとか、なんかそういうことの理由を考えてしまうんで、うん、なんかすごい、うん、なんかいろんな考えなくても単純でいいだよって言われる時もあるぐらい考えすぎって言われる、うん、考えるのが好きだから女優も向いてるってことですよね。どうなんでしょうね。そうじゃないですか。だってほらキャラクターのことすごい親身になって考えてたら、うんね、気づいたらその人になっちゃうじゃないですか。どうなんでしょう。なってるんですかね、うん、人生の中で今までですよ、自分がこう、あ、これ転機だったよなと思った女優としての転機、うん、朝ドラですか。朝ドラ、うん、やっぱり、ま、京都から東京に出てくるきっかけにもなったっていうのもあるし、あれだけの長い期間一つの役を全うするっていうのも初めてだったし、でまずそこまでその、ま、長い期間そうやってお芝居にを考える時間っていうのが、ま、10代してこなかったので、うん、すっごい最初はどうやろうって悩んだし、もう10ヶ月間か撮影期間あったんですけど、ただもうひたすらやっぱりしんどいとかじゃなくて楽しかったんですよね。あ、楽しいんだ悩むこともって思って、うん、そっからなんかこう特に役に対する考え方とか、どういう姿勢で向かったらいいかっていうのは変わってきました。へー、うん、でもその後やっぱそのイメージがずっとついてたんで、うん、なんかそのイメージをどうやったらなくすことができるかっていうので、自分がその役に対しての考え方の時とかに、あ、前はなずなちゃんの時はこうやってたからこうじゃないことをやろうとか、うんうんうん、なんかそれを壊すことをやってみたかったんで、まずもう朝ドラきっかけで全部、ですかね、うん、そっか。まあその後サイさんとも出会い、ちとほね、そうですね、私ね、ちとほねすごい印象強いんですよね。うわーと思って、もちろん田畑智子さん芸歴すごい長いですよね、思い出しちゃっただって私気づくとえ、本当小学生、小学校6年生からですよね、うん、だからずっとこう見ていて、うん、映画でもほら出てらっしゃるから見てた時に、はい、血と骨の時になんか顔が違うってすごい思ったんですよね。私その映画お引越しっていうので小学生デビューして、うんうん、そこから10年間映画に出なかったんです。ドラマとか多かったですね、はい、で、うん、10年ぶりにそのサイさんの血と骨っていうのと山田洋次監督の隠し剣を荷物見て、うんね、両方並行して撮ってたんですよ。そっか、あれも公開のタイミング、あ、近かった、近かったんです。そうでしたね、うんうん、で全く違う作品に同時期にっていうので、うん、でももうお互い現場も違うし雰囲気も違うし、もう大変だと思う。で、あ、そうやってその掛け持ちっていうんですか、うんうんうん、一応ねそんな感じですよね。でも時代劇と、まあ、ちょっと現代じゃないけど、うん、まあ服の方ですよね、時代は古いけど、そういうことをするのも初めてだったんですよ、うん、確かにごっちゃになったりとかもして、あ、でも現場が丸っきし違うし、
そのなんか悩んでる感じとかもすっごい大変だったけど、なんかいざ2ヶ月ぐらいやってみて、うん、これは相馬井さんが見てもって、うんうんうん、オッケー、ちょっとは出してくれるんじゃないかなってちょっと思った。ね、そうですよね、相馬井新司監督もね。そうですね。でも、まあ、もう一個の転機はそこなので、うん、自分の中では、うん、でも相馬井さんの現場を最初に経験して良かったと思ってます、うん、ね、私会えなかったんですよね。映画の仕事ずっとやってて、うん、会いたかった監督で、会えそうな時にお亡くなりになっちゃったからあってなってて、ね、うん、みんな素晴らしいって面白いですね。もう大概のことは耐えれると思ってます。相馬井新司監督を経験してしまえば、サイ、はい、さんや、うん、山田洋次さんも、うん、でも二人もすごいね、巨匠ですよね。女優としての楽しみとプライベートの楽しみって何ですか？なんかね、もうあのオンオフをしっかりしようとは思ってるんですけど、もう延長線上になってるんですよね、うんうん、プライベートっていうか私生活も。だから何やるに対しても自分っていうのも分析したくなってしまうし、うん、で普段から道とか歩いたりとか、あの電車乗ってたりとかするとなんか会話が聞こえてくると、あ、今どんどんそういうことなんで言ったんだろうとか、うん、人間観察してみたりとか、うん、もう密接なんですよ、すごく。やっぱ自分だしってなると、まあ、私生活やってたことがお仕事にも影響反映してくることとかもあるし、だから、うん、なんかもう、うん、あんま隔たりなくというか、完全にオフになるとやっぱ京都に帰ったりとかするときとは、うんうん、やっぱ東京に、やっぱ東京仕事しに来る場所っていう感覚がまだあります。そっかそっか、うん、ね、ホームグラウンドの京都ですね。ね、プライベートはホームグラウンド京都、うん、で仕事は東京、うん、でも京都でお仕事とかもあるんで、いますよね、まあ、ちょっとそういうときちょっと気抜けてるなっていう感覚のときもちょっとありますね。なんか見慣れた景色だし、うんうん、聞こえてくるのは京都弁だしみたいなので、ちょっとなんかリラックスして現場に入れる時もありますけど、じゃあ趣味とかはないんですか？私もひたすら料理してます。もう料理と、あとは猫と遊んだりとか、まあ、あとは外に出る時は本当に人を見たりとかしに行きます。やだ、なんか私似てますね。本当ですか？うん、私ひたすらお菓子作るんですよ、うん、あの似てますね。仕事のこととか、うん、そういうのを忘れるためにひたすら作ってて、で猫をひたすらこう、あ、一緒じゃないですか？そうですよ。それで散歩すると同じ感じでこうこうやって聞いちゃうから、まさにです、一緒です ね、うんうん、でもだからスイッチのオフってすっごい難しい、難しい。だから料理をやってる時は完全にオフってますね。でもなんかもうお料理のことしか考えてないんで、これをどう美味しくするかっていうことを考えてるんで、そういう時は完全にもう、うん、もう料理のことしか考えてない、ね、一番の今の得意料理なんですか？今は、あ、なんだろ う、 もう結構いろんなものを作ってるんですけど、今そのまあ、イタリアン和風洋食って、うん、結構もういろいろ試した。あとも中華だけなんで、この間は餃子作って、うん、この間肉団子作って、うん、ちょっと中華に手を出し始めましたね。へー、すごい、うん、ただちょっとやっぱ火力がやっぱ家だと、だから火力で、まあ、大丈夫な、まあ、肉団子とかって揚げて絡めたりするだけなんで、とかもう、あとはもう、あと蒸し器揃えるぐらいかなとか思って。まさか中華鍋持ってるとか？中華鍋持ってないんですよ。そこまで持ったら今度本格的になってきますね。そうなんですよ。あともう調味料もね、中華はいっぱいいるんで、だからもう、あと食べ歩きが好きなので、うん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 、いろんなとこ本探して行ってみよう、でそれを美味しかったら家で再現してみようみたいな。すごいこう理想の彼女ですね。本当ですか？いいじゃないですか。どうなんだろう。でもどうなんですかね、最近思うのは、男の人はもちろん食べるの好きだと思うし、うん、ただでも全く食に興味のない人とかもいるじゃないですか。いるのかな。美味しかったらやっぱ興味持ってもらえるんですかね、うん、なんかうちのいとことかはもう板前なんで、うんうん、あれなんですけど、板前の、まうちのいとこの後輩とかがやっぱりもう量があればいいみたいな子がいたりとかすると、例えばまあじゃあ牛丼作りましたってなると、うわーって言って、
おかわりとかになると、うん、あ量でいいのって思う、うん、これほらもうちょっと隠し味とかさみたいなだから胃袋つかめって言いますけど、うん、さほどなんか別にいやできなきゃダメなんですよベースはできることでもできないできるに越したことはないですかね、うん、でもできないよりはいいかなと思いますけど、でもできなくてキャーとか言ってる方も可愛いんじゃないかなって思ったりするんですよ。絶対最初のうちですよ、なんでこいつできないのかってうちになんでこいつなんでできないのって絶対思われる。そうですかね、うん、この番組は必ずですね、はい、聞かなきゃいけないことがありまして、田畑智子さんがこう、はい、すごくおすすめする、うん、こう映画大好きな映画ね、普通っていうか、私映画を見るときにもちろん自宅で DVD とか映画館でとかって、自宅で見るときは一切考えたくないんですよ。うん、なんて言ったらいいのかな、例えばもうわーっと重いとか、わーきしょもう来たこれじゃなくて、もうなんかもう楽しめる映画というか、うん、だから家で見るときは洋画かアニメですね。へえ。邦画を見ると変な視点が入ってきちゃうんで。はい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 。なんか洋画とじゃあアニメーション言ってることはわかりますよ。じゃあこの2つでおすすめは？私はもうジョニー・デップが大好きなので、ね、ジョニー・デップの映画は何でも。でもあれすごい考えさせられるのもあるじゃないですか。ああそうか、ジョニー・デップのナンバーワン映画、うん、選べと言われれば、うん、難しいな、多分みんなこれシザーハンズとか言うんだろうけれども、まあ映画的にはなるであろうが、もうチャーリーとかですよ、チャーリーとチョコレート工場とか、いいんですか、あんなおかっぱ頭で。全然大好きです。あんなちょっと変な話ができますか、他に。とかもうパイレーツとかですよ。いいんですか、全然会いたいですもん、あんなこんな感じのこんな動きするためにもう会いたいもん。とあとはもう あとはもうディズニーになる、うん、アラジン、おお、もうアラジンを見てるとすっごい落ち着くんです私あの曲が流れると、うん、私の理想の人ジーニーっていう理想の人なんですよジーニー。ちょっと待って、ジーニーって青い？ジーニーとルパン三世が私の理想のタイプの男性です。陽気ですね二人ともね、うん、二人とも陽気でこうやって動く感じでしょ、自由な感じがなんでジーニーって今思ったら、ランプのせいですよね。そうですよ、願い事叶えてくれて、うん、楽しませてくれて、うん、でも一生懸命やってくれるんですよ。でもルパン三世も、うん、私次元のが好きなんですけど、はい、ルパンはほらちょっとこうフージブチャーンって感じで、うん、こうエロじゃないですか、エロだらしいでしょ、はいはいはい、うん、女たらしっぽい感じ、うん、そこはどうなんですか。まあ全然いいですよ。でも例えば藤子ちゃんがすごい窮地に立たされた時のルパンの表情とかやっぱこの子はこの人やっぱ一途なんだなっていうなるほどそこを大事にしてくるんだなっていうのはもうだったら OK って思います。あ、でも説得力あります、うん、今負けた気がした確かにね、もう頭もいいし、うん、もうまあずる賢いっていうところも、うんうん、でもなんか少年な感じとか、うん、人生楽しんでる感じがすごいしていいなと思いますね。いっぱい言っちゃった今、でも映画でもそういうなんかでも3つなんだかんだ言って結局今3つでしたよルパン三世は映画って言ったら私の中でカリオストロの城になっちゃいますけど、あー、まあね、そうか、そうですよね、テレビアニメも踏まえればね、うん、ありますね。その中で1個、まあ、難しいですね、うんうん、でもなんだかんだアラジンがついてること多いですねやっぱり。じゃあディズニーランドに行くと、ディズニー大好きですから、ジーニー買っちゃうって感じですね、もしかして。まあそのディズニーシーに行けば会えますので、うん、あ、そうですね、あったね、ありました、ありました、うん、うんうん、じゃあ最後に、はい、田畑さん今後なんかやってみたい役とか、はい、興味があるこうジャンルってあるんですか。私そうですね、まあ言ってみればイメージがなんかいつもふんわりしててみたいな、癒されるねみたいなのとか、明るくてとか言われるんですけど、
自分がどこまでできるかわからないんですけど、殺人鬼とか私今それ言う気がしました。なんでだろう、怖い自分でも、うん、なんか楽しそう、見たいって思ってたんですよね、うん、笑いながら真相し、その心理もちょっと知ってみたいし、うん、その犯罪心理学じゃないですけど、そっち方面にもちょっと興味があったりするんで、人はなぜそういう行動を起こすのかっていうのに興味がありますね、うん、ちょっと見てみたいです、ね、私もやってみたいですね。え、猟奇殺人鬼なんかね、楽しそう。楽しそうとか言っちゃいけない。いやでもね、演じてる人たちはみんないますよね、うん、そんな役やれるときはちょっと申し訳ないけど、うん、すごい楽しいんだよ、うんうん、興味すごいありますね。その時自分がどういう状況になるのかっていうのも、うんうんうん、うわ見てみたい。楽しいんですか、やってみたい。ね、うん、ということで田畑智子さん、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。さて今回は不甲斐ない僕は空を見たに出演している田畑智子さんに来ていただきました、はい、よろしくお願いします。私この映画すごく好きで、ありがとうございます。田畑さんにお話聞きたいってずっと思っていて、でお願いしてきてもらっちゃったわけなんですけど、まずこの話って最初原作読んだんですか、脚本だったんですか。最初脚本です。読んだ時どう思いました。まあ確かに衝撃が大きかったですね、うん、自分の役に対してもそうだし内容もそうだし、ただでもそれよりも先行してやっぱりこの役私やってみたいって思ったので、はい、もうぜひやらせてくださいと思いましたね、うん、どんなところで惹かれたんですか。あのこの女性のなんか人生にとても興味が、同年代として、うん、同世代の女性として、私は経験してないことを彼女はたくさん経験してたので、うん、そういう思いとかをちょっと、うん、悩んだりとかしてみたいなと思ったので、うん、はい、なんか見た時に語弊があるんですけど、何でしょうか、最近の日本映画にはない、うん、なんだろう、ちょっと懐かしい日本映画の匂いと、うん、あとほらあの海外のロードムービーっぽいような映画のテイストを感じたんですよ、はい、でこれたまんないなと思って家帰ってずっとブログでこう感想文書いてたぐらいで、嬉しい、ありがとう。なんかね、見終わった瞬間に消化できなくって、うん、終わった後にじわじわ自分で書いて消化してた。私もそうでした。そうでした、うん、私なんだろう、今まで自分が出た作品とかって、うん、客観的に見れなかったりするんです、1回目見た時は。でも今回はなんかもちろん自分は出させてもらってるんですけど、なんかねすごい入り込めたんですよね、この世界というかに。だからなんかあの試写室で、うん、その時は一人で見させてもらったんですけど、なんかね立ち上がれなくて、まず席から、うん、いやなんかすごいもの見たなって思いました。なんかあーでもなんかちょっとその日一日ずっとなんか浸ってたな、うん、なんか余韻がすごくて、うん、私なんかもう途中からもうボロボロ涙が出てきて見てて、わかる、なんだろう、このなんか痛々しくもありなんかこう切ない感じというか、そういうのが味わえる映画ってなかなか、うん、最近出会わなかったというか、ね、うん、だからすごい自分出てるけどなんか、うんうんうん、とっても大切な一本だなと思います。登場人物がすごい心情を丁寧に脚本もきっと描いてたんだろうし、うん、映像でもそうやって捉えるじゃないですか、あの時の彼女の視点、はい、あの時の彼の視点みたいな感じの、あのね感覚っていうのってこう見ている自分の中でどっか共鳴するところを、うん、探し出してもらえているようなアングルだったというか、うんうん、田畑さん、あんずちゃんでも役やるときって女優としては最初頑張んなきゃって思うじゃないですか、うん、そこ大丈夫だったんですか、精神的に。全然なんかもちろんね、いっぱいたくさん性描写のシーンがあって、うんうん、とかあるんですけど、なんかそこに関しては私全く、まあ、違和感もなかったし、
なんか、まあもちろん脱ぐことに対してとかっていうのも、うん、さほどこのシーンはあった方がいいって思ったので、そこの抵抗は一切なかったですね。でやっぱりこの二人のやり取りがほぼセリフがないんですよ、うん、そうそう。で台本にも書かれてるのはトカゲでばって書かれてる、うん、そこが楽しいと思ったんですよ。なんか、うん、とってもイメージというか膨らむんじゃないかなっていうか、まあ、現場行ってですけど、うんうん、この二人で対じゃあ本番になりましたってなった時に、なんかもちろんこの二人の世界をより一層楽しめるんじゃないかなと思ったので、それがもう先行してたんで、もう自分の肌を露出とかっていうのはあんまり一切考えなかったですね。そういう撮り方をやっぱり監督もやってくださったので、これ現場すごい早かったですし、もう1回でとりあえず1回目は大事にしようみたいな、で何回もやりませんからって言って、そうですよねと思って、もう1回にかけようっていうのが何回かありましたね。なんか聞いて理解しました。私、棚田由紀さんがやっぱり女性監督じゃないですか、はい、だからその性描写の描き方がこう女性目線の感じがして、うんうんうん、そうそう、言葉じゃなくてこう体を重ね合ってる中でのなんか心の対話、うん、そうですね、みたいなものを感じたからすっごい自然なんだけど、うんうん、映画でいうとラマンみたいな、うん、こう切なさとなんかここにいっぱい愛をいっぱいこう伝えてるみたいな感じ、うん、なんか心の穴も2人で俺がいるからみたいな、こういう会話をしてるような営みに見えたんですよ、うん、なんかやっぱり見ててやっぱこうやって、うん、まあ男と女が肌を重ねるっていうことはこういうことだよなっていうのが分かった気がします。あ、でもそうだと思います、うん、とてもなんか繊細で、うん、なんか素敵な、なんかそういう時間でもあり、そういう行為なんだなっていうのが、うんうん、すごいわけで、もう全然いやらしさのもみじんも感じないし、とても綺麗なものっていう、そんな感じしますね。本当ですよ、うん、装飾系男子たるものなんていうのは存在しないでくれって私は思ったぐらいですこれ見て、うんうん、でもね、この不甲斐ない僕は空を見たっていうタイトルがすごいインパクト最初あったんですよ、うん、で不甲斐ないってなんだろうなってふと思ったんですけど、田畑さんは不甲斐ないってどうやって解釈しました？その言葉自体をに対するイメージというか、うーん、結局まあマイナスの言葉というか、うん、結局自分に反省というか、やりきれないっていう感じですかね。どっちかっていうと俺はこうじゃなかったのにそっち行ってしまったみたいな、流されてる自分っていうか、やりきれなかった自分っていうか、本当の自分はここにあるのにそこに向かえない自分っていうか、そういう感じって、まあ私も結構多々よくあったりもするんですけど、なんかこう一個自分の中での弱さというか甘えというかが不甲斐ないっていう時につながるかもしれないですね。アンズちゃんもだからそういう不甲斐ないっていう部分を抱えているんですかね。あると思いますね、うんうん、自分の生きてきた環境とか人生とかって多分自分がそうならなかっただろうとか、まあ、自分との理想とちょっとかけ離れたりとか、うん、自分が思ってた幸せとはちょっと違うとかってなった時に、なんかそう、でもその人生を歩まなきゃいけなかった、そういう現実があるっていう時には、うん、やっぱりそのなんかこうズレが生じるんで、そこのなんかでもそれを自分の中で噛み砕いて、でも前に進まなきゃいけないっていう、うん、でやっぱいろんな痛さと苦しさと弱さとっていうのをいっぱい抱えてる子だと私は思いますね。もうやってっても辛かったし、うん、本当になんかこのその匠くんとのシーンは本当に幸せな時間だったんで、でももうそうじゃない旦那が来たりとか、うん、お母さんが来たりとかするとやっぱり背筋が凍るっていうか体が硬くなる
ですよね、やってても、うんうん、わこういうのずっと味わってるんだって思ったらやっぱりいたたまれない感じがしましたね、うん、それがすごいこう不器用な感じ、うん、いびつないから魅力的なんだよねって思ったんですね、この映画のほら登場人物みんな、うんうんね、でも田畑さんが演じる役って結構そういう感じが今までも多くないですか、うん、なんかこうほらちょっとこうずれてるというか、うんうん、なんかねすごい言われてること分かります、なんかちょっとした痛みを抱えてたりとか、うん、なんかこう逆境からそうっていうそれはこうその役をこう自分が求めてやってる感じなんですか、いやそんなことないですけどね、うんうん、でもなんかそういうの多かったりしますね、でも私自身がやっぱ悩むのとかも大好きだし、だし、うん、なんかストレートにじゃあわーって言っても天真爛漫でとか、うんうんうん、もう 100% 幸せですっていうみたいな役は逆にやりどうやってやったらいいか分かんないですよ、じゃあ一個の役にすんごいこう悶々と考えて、うん、この人はどういう生き方してたんだろうとかそういうふうに考えますね、なんかもちろん今回もそうだし、うん、考えてあげたくなるんですよね毎回、うん、どこまで考えれるだろうかって自分の中でもあるし、でもういろんなもうその人の人生とかこうなんでこの言葉ここで発したとかいろんなことがもう台本に散りばめられているんで、うんうんうん、それをどこまで読めるかっていうのも自分の挑戦でもあるしってこと、なんかいろんなことを見落としたくないんですよね、うん、それ聞いてたらなんか人生相談とかしたくなっちゃいますよね田畑さんに結構言われません？なんか多いですでしょ、絶対そうだと思いますもん、うん、すっごい考えてあげる感じですよね、うん、でなんかすごい好きだから話聞くのも、うん、でどう思うって言われた時にただでも私はこう思うけどねって先に言ってでパターンを考えてあります、いろいろこっち行ったらこうじゃないとかでもこっち行ったらこうだよねでも結論こうなるかもよとか、すごい占い師さんっていうか心理カウンセラーっていうか、そうでも結構興味あるんでそっちは、へえ、うん、自分のことを考える時間はあるんですか、プライベートの部分で、ありますね、でもなんか自分は今なんでこんな行動を取ったのだろうとかっていう風なことにもなったり、なんかめんどくさいです私多分すっごい、なんかその行動にもなんか理由、うん、なんでって思っちゃうんで、うんうんうん、なんでそういうことしたんだろうとか、なんかそういうことの理由を考えてしまうんで、うん、なんかすごい、うん、なんかいろんな考えなくても単純でいいだよって言われる時もあるぐらい考えすぎ。